今日の解説はノンフィクションライターの西岡健介さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。今日前々の格好びっくりしませんでした。なかなか目にしみるよね、はい、ピンクがね、うん、鮮やかですよね、うん、やっぱこうちょっと心が温まって、はい、ありがとうございます。ほっとして、よかった、嬉しいです、よかったです。西岡さんも今日ね若々しい格好 で、はい、で普段は大体あの前は、はい、前回はあれ初回やったから、はい、初回やったから ち、はい、ちゃんとした格好しとかな、なんか、はい、なるほど、まあ、あれでおそらく前々はかなりこうビビりましたけどね。よかったよかった、はい、そういう意味もあった。舐めるなよっていう。大事大事です、はい、一回かまし入れとかかまし入れさて今日はまずこちらからですかね、はい、まあ、昨日と言いますか、はい、今月5日投開票されたアメリカ大統領選挙、これまあ圧勝って言っていいんでしょう。共和党のドナルド・トランプ前大統領が女性初の大統領を目指した民主党のカマラ・ハリス副大統領に圧勝しました。4年ぶりに返り咲くトランプさんは支持者を前にアメリカを再び偉大な国にすると勝利宣言したということです。西岡さんね、はい、どっちかというと本当接戦じゃないか、票が開くのに 2,3 日かかるんじゃないかとも言われていましたけどもね。そうですね、結局要は蓋開けてみれば圧勝やったというような形で、うん、ね、うん、あれなんか元気ないですね。あ、僕はあの、はい、トランプさん大嫌いなんで。あ、そうなんだ。それはなんでですか。やっぱアメリカの民主主義を根底的に破壊してる人やなと思ってるんで、基本的にはやっぱ4件で訴追されて不倫口止めで絡む事件で大統領経験者として初めてその訴追あの有罪の評決受けて、例えばコロナのあのあれの時もあったじゃないですか、コロナ対策の時も、はい、消毒薬体に入れたらなんとかなるんちゃうかとか、今回もそうですけどハイチのね、その移民が、はい、あのペット食べてるとか、女性や性的マイノリティに対するその差別発言とか、ハリスさんがあの認めてましたけれども、はい、敗北宣言するというのが基本的にはアメリカの選挙のルールだったんですけど、はい、そのそれを認めない、で挙句の果ては支持者を煽って連邦議会の議事堂に襲撃さすという、まあこの人自身がそのアメリカの民主主義を破壊してるんじゃないかなとずっと思ってるんで。でもそのトランプさんがその民主主義のアメリカでこれ選挙に勝ったわけですよね、うんうん、もう4年間大統領になるわけじゃないですか。間違いないです。じゃあこれでアメリカは世界にどういった国として今後見せていくのか、また日本への影響っていうのはこれは避けられないですよね、うん、いい意味でも悪い意味でも、はい、そうですね。だからまずいい意味ないと思うんです、やっぱり日本に対してはやっぱり、うん、その彼前の時も言ってたんですけれども、はい、やっぱそのこう、在日米軍に対してオーブの負担を、うん、を求めると、そうですね、いうようなことが一つ、まあ、よく言われるのが同盟軽視、まあ、軽視なたるか分かんないですけれども、それは言われますよね。基本的にアメリカ第一主義なんで、はい、それアメリカの損になることはせえへんから、うん、お前らうちの軍事力を使うんやったら、うん、それらの金払えよっていうのが彼の反応、うん、もう一つやっぱり、対中関係で彼強硬派なので、うん、かなりやっぱ台湾周辺海域の緊張関係が強まるとしか思えないんですよね、うんうん、その時に日本としてどういうふうな形を取っていくのかっていうのは、うん、石破さんにとってはかなりあの難問やと思うんです。我々の生活においてもこれは輸入品に関税をかけるっていうところはずっと言えてることなので、それはねこと中国だけじゃないんですよね、はい、同盟国に対してもそれは別やでと、ビジネスはっていうような形なので、うんうん、するとまた前々ねこう僕たちの物価が上がるのかもわからないっていう話も出てくるわけですよ ね、 すよね、身近なところに影響が出てくる、うん、わけですよ、国内の選挙の結果も基本的にはそれですからね、はい、やはり物価高っていうのが最大のやっぱり、だからアメリカがトランプ大統領になります、じゃあ日本はどう付き合っていくのか、もちろん外交問題もそうですけど経済でもすごく密接な関係にあって、はい、じゃあ日本国内の経済どうなんだ、じゃあ日本国内の政治はどうなんだ、そこも今ふわふわしてますからね、うんうん、やっぱすごくなかなかこう今回やっぱりあの圧倒的にその野党が勝って少数与党になってしまったと、はい、うん、そしたら要は与党はその政策を通すためには、うん、要するに野党と協議して進めなければ何一つ
通らないわけですよね。そういうことですね。ただ僕そこに関しては今まではもう圧倒的過半数を自民党公明党で持ってたわけじゃないですか。自民党公明党がこれしたいって言ったら全部政策が通ったわけですよね、うん、ただ今過半数を持っていない、うん、するといい緊張感が生まれるんじゃないのかなとは思うんですが、それはね、すごくね、それはおっしゃる通りで、はい、すごくいい状態だと思うんです、うん、やっぱりその決められない政治とかそういうふうな形じゃなくてですね、はいはい、やはり政治に緊張感を持たす、うん、野党と部分連合で野党を巻き込んでいかなければならないというのはですね、はい、今まで その安倍さんの一強時代から、うん、考えられないことだったので、そうですね、要は野党の言うことを聞く、うん、要するに少数派の言うことを聞いていかなければ政策が進められないというのは、うん、一つ民主主義としては健全な状況ではあるんです、うん、石破内閣の支持率は、はい、3割強、うんというふうな形で出てるんですけど、うん、はい、そしたら同時にその世論調査でね、はい、例えば、今回の選挙のね、はい、与党敗北の結果で、うん、石破さんが辞任すべきやっていうふうな形で言う人かって、うん、でいや辞任それは辞任する必要がないっていう人がやっぱり6割強いるんですよね。だから支持率は4割もしくは3割強なんだけれども、はい、辞任する必要はないよっていう人は6割ぐらい上ってるんですよね。そうなんです、やっぱりそこのところに関しては今までのその裏金政治、うん、今までの自公のやり方に関しては、うん、お給を据えるという意味で、うん、野党に投じたけれども、うん、それは石破さんの責任ではないよねっていうふうな形で、うん、極めてその有権者はバランスを持って見てるなというふうな形で思うんです、うんうん、さあそしてもう一つこちらは大きなニュースだと思います。日本の未来に関わるニュースなんですけれども、2024年1年間の出生数生まれる数ですよね、はい、初めて70万人を割る見込みが大きくなりました。こちら11月5日の共同通信なんですが、はい、厚生労働省が5日に公表した人口動態統計によりますと、2024年の1月から6月上半期に生まれた赤ちゃんの数は32万9998人でした、うん、昨年2023年の1月から6月の出生数は35万2240人で、通年では72万7277人ですね。だこれを比べると去年よりも今年の1月から6月は少ないので、すると上半期の出生率は前年と比べると 6.3% 下がった結果となる。つまりこれは2024年1年間では初めて70万人を割るんではないかということなんです、はい、これ70万人という数字でピンとこない方もたくさんいると思うんですけれども、これ西岡さん大変なことですよね。そうですね、はい、基本的にはやっぱりその今後の、国の将来で、なおかつ人口が減るということはですよ、うん、要は高齢者を支える社会制度なり、うん、その地方自治体の、うん、要するに公的サービスに直結、公的サービスの低下に直結してくるんですよね、うん、だからすごくこうかなり危機的な状況であるというか。そうなんですね、はい、これ2023年4月に公表した資料によると出生数が70万件を下回るのは、これ国立社会保障人口問題研究所によると本来は2043年と推計されてたんですよね、はい、それが20年前倒しになったわけですよね、はい、急速にあの少子化が進んでるというような形で考えておいた方がいいと思うんですよね、うん、はい、現在日本の人口はおよそ1億2500万人ですが、2070年には現在の3分の2まで減少するんではないかという予測も出てきてしまっていると、はい、これはもちろん未婚化や晩婚化の進展、あと若者の結婚および出産に関する意識が変化していること、うん、または育児に対する経済的負担が大きいことが挙げられているということなんですけれども、はい、そうですね、うん、私もそうなんですけど、うん、産みたいって思う気持ちがあっても、うん、なかなかお金のこととか、うん、その保証のこととか考えると、うん、産めないんですよね。あ、やっぱ前々でもそういうこうなんだろう不安っていうのは漠然とあるん、はい、ありますね。あ、そっか、はい、だから多分こういう若い子たちが今増えちゃってるってことなんでしょうね。増えちゃってるというかもう大半なんでしょう。それが例えばまだバイバイはまだ この若い方なんですけれども、うん、はい、今の感覚で言ったら本当に現役時代、現役世代、うん、要するに30代とか、はい、40代、そうですね、20代、うん、30代40代の女性がどういうふうに考えて、もちろん男性もどういうふうに考えてるのかって、うん、
これ単純に経済政策なんですよね、はい、要は、うん、要するに、結婚して、うん、結婚できて、家族と共に一緒に暮らせる、うん、子供をに恵まれて、うん、子供と一緒に生活を維持できるという保証がないから、うん、それはやっぱりそのやろうとは思わないですよね、うん、だから最大限最も必要なのはその厚生労働省は価値観の多様化や晩婚会言えちゃうから、うんうん、はい、お金やから、なるほどね、基本的に、うん、要するに安心して結婚できる、うん、安心して子供が産める社会を作り出さんことには、うん、この勢いって絶対に止まらないですから、これで今ほんでよく出される対策として第3子以降はとか第2子以降はって、僕ねあれが不思議でしゃあないんですよ、ね、なんで第1子のところでしないのかな、できるだけお金出したないからですよ。そうなんで、そうなんです、やっぱそれはねほんまに根本的にそういう風なところの危機感がないからなんですよ。本当やったらまずは、はい、要はこう、その男女関係だって子供を産めるような状況を作るということがそうですよね、まだ未だにね、はい、対処療法なんですよ。だからさっき言うとったらその20年後のやつが今に進んでるっていうのは対処療法でずっと来たからなんですよ。なるほど、抜本的な取り組みをしていって、はい、まずは自分がパートナーを作れる、はい、でなおかつパートナーとの間に子供が設けられるという経済状況で先頭だから、そうですよ、ね、本末転倒しとるわけですよね、はい、これ不思議なんですよね、はい、第1子第2子をこうもちろん産むのも大変です、育てるのも大変です、はい、で第3子以降じゃ生まれた時には100万円ですって例えば言われたとしてもそこまで行ってない方が大変なわけじゃないですか。そうそう、第1子を育ててる時に大変やのに、はいはい、第2子第3子そこを受け取るまでに ね、俺らに生活できんのかっていう話。いやだからそれを考えると本当に危機感があるのかな。だから本当に価値観の多様化で未婚晩婚化傾向が進んだことに加えとかで何をぬるいこと言うとんねん厚労省はっていうような形なんですよ。